はい、どうも皆さんこんにちは、こしあんです。はい、静まっちゃおります。無補正ですね。無補正なんで、この前紹介しようとした、はい、この毒バランスデッキを使いたいと思います。神駒を入れたデッキですね。金魔紋とヴィーナスと、まあ、ウンディーネ、まあ、ここら辺で耐えてもらって、まあ、毒とか特殊でダメージを与えていくっていう感じですね。まあ体力もちょっと高めになってね、金魔紋とヴィーナスがいるんで、まあ、どうにか守ってくれるでしょうっていう感じで、まあ毒バフがないんでね、まあ、バフォメットとかイグナーツとか、まあ、2ターンとか3ターンで、またあと1ターンの火力で出せるような感じの毒コマを入れました。まあ継続でずっと永続の毒与えられるのはリッチぐらいですね。まあやっていきましょう、これで。はい、ということでいきます。今日も楽しんでオセロニアやっていきましょう。いきます。はい、対戦よろしくお願いします。アポロン撃たれる前に撃つ。はい、ワナポロンっぽそうな気もするけど、どうなんでしょう。そこら辺俺気にしない。そして手駒が強い。わお、どうしようかな。これリッチブラX 行こうかな。ワンチャン X ありじゃないですか、これ。X マンドラゴラ行きます。あれ、いけ X マンドラゴラ、キャー、やばいっすよね。一旦で1950ダメージですよ。頭おかしいんじゃないかって出ますからね。ロックは、リッチが出ます。でこのね、特殊も2000出るんで。はい、やらかした。イグナーツ、お前やってくれたな。はい、やってくれました、イグナーツさん。お戦犯です。なんでロックのタイミングでお前が絶対来るんや。やめい。まあ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 、まだ行きます、まだ。マンドは取られるでしょうけど。罠デッキじゃなさそう。まあ、これはね、ゆっくりと攻めていきましょう。リッチで。X 行って。あ、リッチも発動しねえや。もうダメじゃん。プレミー、まあしょうがない、これはしょうがない。マジでエンマ、じゃあバホメット打ちますか。うん、バホメットですね。まあコンボができるところに、はい、本格バホメット。5850って値すぎだろって思いますけどね。いやー、お相手さんどうすんの。 X か、 X に来るのかですね。まあただまだ半分切らない。いやー、金魔紋とか引きたいですね。はい、アイゼア、まあまあまあ、置けるものは置いとくという感じでしょう。いやー、まあまだロックがあるんで、一回アポロンはしのげる。いやでも、もう打ってくるな多分アポロン。僕なら打ちますもん。アポロン打つ。やべえ、ミスったな。いやー、ルシファーか。ルシファーならまだいい。やばいやばい、エスゴマやばいって。バイセか。いや、バイセ行くしかないっしょこれ。アイゼ弱えな。いや、これエンデガでも飛ばないな、バイスやられたら。許して、許して、アポロン打たないで。アポロンやめて。まだ6500でしょアポロン。いや飛ぶな、飛びそうだな。もうイグナーツ、お前おこですよ、おこ。ルシファーとつなげろ。でギリギリ耐えて、そうすればエンデガで飛ばせる。お願いします。ですよね。じゃあどうするか。一旦ロックで。一旦ロック、どこでロックするか。こうか。耐えて、耐えろ、耐えて
たところでなんですよ、三枚返しは飛ばんしょ。三枚返し先手がじゃ無理なんだよな、五千飛ばないんだよな。耐えろ。痛いって痛すぎるって。はい、クソ押せよ金マモ。惜しい、非常に惜しい。リッチが発動していればいけんでが、飛ばねえよな、惜しいんだよな。イグナーツなんだよな。はい、飛ばされましょう。アポロンで気持ちよーく。はい、ね、エースの引きは良かったんですけどね、ちょっと惜しかった。クソ。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。はい、メルベと、いやメルベ多いな、毎日メルベ生活。 X 行きます。あん、いや、S の引きはエギチなんですよ。ただこれ何で X 行こうかな、ビナかな、ビナで X 行きますか。あー、もうなんでやばいっしょそれ、それはやばいって。もう笑えてくる。いや、 X 行かなくてよかったな、メルベ。いや、メルベ打たないと、マジか、メルベ打たないで罠なら僕は金馬も打ちます。うん、にじ、圧倒的特殊罠感、あ、特殊じゃねえ、踏み罠感。まあいいでしょう、マンドラ返してよ、マンドラ返せよ、もう。あー、どうしますかこれ。そんなに急がなくてもいいのに。はい、まあ相手打ちますか、こっちに。まあとりあえずね、攻めれるときに攻めておきましょう。いや、マンドラ3ターン入んのに痛すぎる。究極に痛いっす。まあでもね、お相手もね、まあきついんじゃないですか。うん、楽しい宴よ。キターバホメット、一旦 X 行きますか。それ毒じゃないじゃんとか言われそうですけどね、知ったこっちゃねーうるせー。バホメット待ってっかんな、次ハデスと挟まれると。ほうほうほう、まあまあまあ、そこら辺はね、我慢我慢。いや、アルカードとバフォメット打ち毒なんじゃないか。ね、3500ですけどね、十分4500出る、元の数値が出る。そして4751、いやー、いけたいけた、絶対いける、頑張れコンボ封印来るな。まだ金馬も効いてますしね、もう最強の引きをしましたね。てか S も全部引いたし、これが駒投げ。ただ、相手の駒が1234515、15%、飛ぶのこれ。うわー、ちきりまーす。あー、飛んでた、いや飛んでないか。まあいいでしょう、いいんです、次飛ばせれば大丈夫です。はいはいはい、あぶねー、ちょっとマンドラゴロだったら一瞬やばいと思いましたけどね。ここで生きてくるのがエンデガと。イグナーツもね、今来ると1500しか出ないんで、これはエンデガ3枚返しで金魔物とつなげて 15% 出して、この今の 15% の火力を見れば、あー、ギリギリなんか飛んでなさそうな気もする。飛んでたか、しょうがない。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。はい、アポロンと OK です。ポロン、あー、またエンディが捨てないといけないのか、引き悪し。
まあリッチをしっかり置いていきたいっていうのはあるんですけど、どうでしょうか。相手の体力高いんだよな。おー、出たー、シンゴマ。なんでしたっけ、イオフィエル。名前が読みづらいんじゃ。ロックかー。まあ普通に吸収します。はい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 。こっからですね、しっかりとやっていきましょう。ルキア、ルキアからルキアが出る。いやー、ここでルキア来るか。普通やめいて。はい、なんだ、何が出てくる。おし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 、相手のイグナッツも先輩したぞ。まだだな。ブラジからのマンドラゴラだなこれは。ただね、ここで相手に金マモンとか置かれるとね、やばっちなんですよね。リッチか、よしよしよし。相手も僕と同じでそこまで引いてないっていうのが分かりますね。あ、来た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 、これは楽しい時間ができるぞ。はい、行けマンドラ。ただここにね、 X にね、何が来るかでね、ちょっとね戦況が変わってくるんですけどね。優しめの子までね、優しくお願いします。うーん、優しくない、強いんじゃ。僕はこれ一発耐えれるのでしょうか。頑張って一発耐えてみます。2ターンで2万飛ばされそう。いやー、金マモンかヴィーナスかな。まあ打ちますよね。いてー。いや、こうなったら3枚返します。ひー、頑張れ。吸収して、さあ、いくつ毒が入る。よし、ナイス毒。1364。さあ、あとは、引けるか引けないか。バイフォーム、いや、飛ばないっしょ。飛ばない。耐えて、耐えて、耐えて、耐えて。はい。ギリギリ。よっしゃ、危ねえ。アイズヤで。これがギリギリの戦いですね。うん、賭けに勝ったっていう感じがしますよ。危ねえ、本当に。まあね、バフォメットが強かった。はい、大勢ありがとうございました。はい、大勢よろしくお願いします。乱量アタックは2、うん、分からん。これは僕には分からない。どんなデッキか分からないけど、初手ファビオと、まあ、今日のね、まあ、まだ午前中なんですけどね、午後からはあれじゃないですか、汎用のヤシャ姫のコラボガチャが始まるじゃないですか。コンバートのキャラ当てないとですね、皆さん当てましょう。はい、ロックと、やばいですね、ちょっと危ねー。まあこういきましょう。風車でいいっす、大丈夫多分。取ってこない場合もありますし、取ってきたら取ってきたで、まあいい感じの形で攻められるんじゃないんでしょうか。ファビオのねコンボ強いんで、相手ファビオのコンボ食らいたくもないって思うんじゃないでしょうか。はい、それだけです。悩んでますね。さあ、どっち行ってもいい。はい、そっちと。罠か、その罠なんだ。ビナか、いや、ビナ打てねえな、まだ。ヴィーナスもね、今度調整しようとは思ってるんですよ。見てください、これ。アタックがね、ディミオスよりね、ちょっと位置高いんで、これをどうにかしようって思ってます。はい。ということでいきます。夜勤マも引きてー、きたー、最強最強金マも最強。はい、回収。はい、簡単に回収。なんだこのコマ、金マも強すぎだって。
でお相手がどうするか。冷やそう。いやーすごいっすね。アルカード行っちゃっていいのかな。まあ、アルカード行きますか。相手のね、一枠がね、ヒアソフィアに消えてくれてるっていうのはいいことですね。まあ、ここヒアソだったらね、最悪コンボ繋がれても。方向、怖すぎません？それ、ちょっと。まあ、コンボもまだ弱いですし、ちょっとここリッチで。これでね、ちょっとお相手打つところとちょっとずつ消えていきますから。で、バハのコンボつなげられても、まあ多分エンデが発動するぐらいまでいくんじゃないでしょうか。いや、貫通多いって。貫通多いって。やめてって。はい、はーい。これはもうマンドラゴラですよ。はい、ここマンドラゴラ。で、まあ、3000は次入るとして、まあ、次バハとのコンボをつないできてくれるんじゃないんでしょうかね。まあ、もう一体貫通、いやそれ怖い、何怖すぎる。まあまあこうっすね。まあさすがに踏み穴は入ってなかったか。まあ、これで最後耐えましょうね。お相手はまあどこにも打てないんで、も角か角ぐらいですね、打てるのは。はい、ヴィーナスをヴィーナスで返される男。まあヴィーナスで返されるんだったら、まあルキアで返しておきますか。はい、これをまたルキアで返されたら面白いんですけどね。まあ最後はあのマンドラとコンボしちゃえばいいんで。いや強い、マンドラ3500出るやん。ランが連れてくじゃあラストはマンドラのコンボで締めますか。やっぱり最後はエンデガなんですよ、はい、いややっぱエンデガあるとねフィニッシュ力が違う。序盤に来るときついですけど。はい、キャルク、はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦終わりました。毒バランスデッキっていうことでね、やっていきました。まあ、やっぱりね、キンマンも引けると強いですしね。あと、マンドラゴラ、バホメット。こいつの火力がね、4500チャージするとね、えげつないことになるんですよね。5850入ると。ほぼほぼアポロンに近いようなダメージを出せるんじゃないかと。まあ、アポロンの方が7000で強いんですけど、まあ、それに近い。ただね、ちょっとね、アタック順で見るとわかると思うんですけどね、まあ、イグナッツが先般をかますと。まあ、どのデッキでも言えるんですけどね、イグナッツちょっとアタック低いんで。まあ、ただ、プラス振るっていう感じでもないですよね。一応今回はイグナツした3体入れたんですけど、うん、あんま活躍しなかったなということで、今回はこの毒バランスデッキを使っていきました。はい、皆さんも使ってみてください。はい、よかったと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではさようなら。